川和町駅は神奈川県横浜市鈴木区川和町にある横浜市営地下鉄グリーンラインの駅である。地上駅でグリーンラインの車両基地である川和車両基地への入り、出港線が設置されている。駅番号は G02。ステーションカラーは鶴見川沿いの伸びやかな地勢と駅が高架駅であることから空をイメージして青。鈴木区の南西部に位置し、 田畑が多く残る地域で、駅舎は横浜市道中、三北山田線に挟まれている。線路は中山駅方面へ急勾配で下っており、また川は車両基地にも日吉駅方向から中山駅方面に向かって分岐している。駅のデザインテーマは、なごみの広場でグリーンラインで唯一の公開機という特性から、 空や光などの四季折々の自然を感じられる駅を目指し、里山の風景や壁面緑化の植栽で人々が親しみやすい場所が創造されている。地名から取られた。川和の由来は川和町の港を参照のこと。島式ホーム一面二線を有する高架駅。ホームに並んで留置線が2本あり、留置線には乗務員用の簡易ホームが設置されている。 この乗務員用ホームが1.2番線になっているため、旅客用ホームの番号は3.4番線になっている。配線の関係上、中山側から直接車両基地へは入線できないため、日吉側には折り返し可能な留置線が1本、そして車両基地から中山方面への出庫用にも1本設けられている。なお、開業以来あたり駅発着列車は設定されていなかったが、 2014年3月29日のダイヤ改正で中山方面域の初発と2番目の列車が当駅始発となった。2019年度の1日平均乗降人員は8480人である。同線の中では一番少ない。開業以来の1日平均乗降乗車人員推移は下記の通り。主に住宅地であるが鶴見川沿いは工業地域であり、 中小工場が立ち並んでいる。最寄りのバス停は、市道中、三北山田線沿いの川和町駅と県道横浜上浅尾線沿いの川和広街道前及び随運寺前となる。下記の路線が乗り入れ、横浜市営バス、東急バス、神奈川中央交通により運行されている。なお、随運寺前バス停から市が、お駅方面には、 川は町バス停もあるが、当駅の最寄りではない。ありがとうございます。